に私の習字見る機会あんまないよね。今までで2回しか披露してないけど、今年からあれなくなったもんね、今年の一言みたいな習字あれじゃん、書き初め、書き初めが今年からなくなったから2回書いたのかな。ハッシーさんハートありがとうございます。書き初めなくなったよね。よいしょっと。そう、習字教室に通ってた。四国ガイドのフリップはあれ習字じゃないから、色塗りイラストお絵描き模写みたいな。そうそう、こんばんは。今書くなら書き初めなんて書くって、そんな急にパッとは出てこんかな。でも今年もあると思って考えてたんですよ、あの時冬12月とか1月とかに今年もあると思って何書こうか考えてたけどなかったんです。書き初め一言でいかにインパクトを残せるか、そうそうそう、なんか考えてたんだけど、もう忘れた。ハッシーさん星ありがとうございます。見れないのでつら、明日のサイン会。難しくないですよ。いや、なんか去年思いつかんって書いたから、なんかもうあれセリフじゃないんですよね、セリフっていうか、みんなふざけに言ってるから。2期生特に。ハッシーさん結婚してありがとうございます、ギフト。そうそう、今日はいっぱいいろんなことした。四字熟語とかじゃないんですよ。昨日お疲れ様でした、ありがとうございました。岡山公演、映画はね、予告版ってやつとプラチナデータってやつを見ました。2015年のやつと2013年のやつでしたね。ネットフリックスに新着で入ってきてたので見ました。予告版だっけ、予告版で合ってんのかな。面白かった。予告版で合ってる、予告版です。面白かったですよ。こんばんは。友の浦食べた。ね。そうなんですよ。あれゼリーかと思うじゃん。ゼリーっていうかさ、プニプニ。違った。水。水ゼリー。水。なんだ。ゼリーっぽいゼリーじゃなかった。友の雫、なんかゼリーの食感じゃないんですよね。何なんだろうって感じ、トゥルンって感じ。そう、私も弾力ある普通のゼリーかと思ったら違ったんですよ。水みたいな、どちらかといえば水っぽい感じの。そう、
スーパーに売られてるわらび餅みたいな。配信でも人並べられますかね。やります、やってるよ私は、ちゃんと。時間は最後の方に合わせようかな。そう、水羊羹みたいなこと思ったらなんか違うかもって感じ。そう、掴める水みたいなの、そう、そんな感じ。なんか固体だけど、もうスプーンですくって口に入れたら固体じゃなくなるみたいなやつです。ツイッターの沖さんの写真いいねって。よかったですか、沖さんハートしてくれなかったの。沖さんはハートしてくれなかった。こんばんは。プニプニじゃないんですよ、プニプニじゃないの。こんだけ説明してプニプニって違うんですよ。プニプニじゃなかったの、水なんです。水だよ。シャインマスカットのゼリーいいな。プニプニじゃないんですよ。ふにゃふにゃでもない、サラッとるんです。音にするならトゥルンするんです。こんばんは。トゥルントゥルンみたいな、トゥルントゥルントゥルンって感じです。シャインマスカットのおまんじゅう食べたって、あれシャインマスカットのおまんじゅうじゃなかったんですよ。どう見てもおまんじゅうの形だからおまんじゅうだと思って一口でパクっていったら、まんじゅうじゃなくてマスカット入ってたんですよ、本物の。種も入ってて、そう、マスカットがなんか薄い生地に包まれてたみたいな。そう、マスカット一粒こんぐらいの、そう、丸ごとマスカットが薄い餅みたいな薄い生地に包まれたマスカットだったんですよ。普通にマスカットやって種あってびっくりしたんですよ。普通に私まんじゅうと思って口入れて種あると思ったらマスカットだった。そう、すごくない？めっちゃ美味しかった。そう、いちご大福みたいなシャインマスカットで、周りの生地は薄め。そう、そうそう、皮も食べた、皮食べた。さすがにあの状態で皮は取れん。そう、フルーツ大福ってでも大福の部分が分厚いじゃないですか、白い部分。けどあれはめっちゃ薄い、そう、薄い薄い生地がかかってた。そう、数ミリの。そう、いちご大福はもう大福分厚いけど何ミリぐらい？2ミリくらい。まあスカットだった。食べてみたいね、ぜひ岡山で。そうね、 2,3 ミリぐらい、本当に薄い、もうマスカットそのままって感じ。マスカットだった。結構お値段高めねらしいですね、あれ。高級土産って書かれてあった、引用リツイートかリプに。岡山の高級土産だって書かれてあったね。沖縄じゃないわ、岡山ってちゃんと言ったかな、記憶にないけど沖縄って言った気がする。ちゃんと岡山って言ってた。通販で買えるのかなって、どうなんだろう。マスカット、マスカット、マスカット。あ、TGC が終わった。岡山って言ってた？よかった。TGC が終わりました。
ナウ。全然ね、デミカツとか何も食べてないよ、岡山のもの。そのマスカットぐらい。マスカーツ。岡山のものはマスカットときびだんごを食べましたね。そんだけです。こんばんは。昨日の岡山公演ありがとうございました。ありがとうございました。岡山公演最高ギフトありがとうございます。すすむんさん最高ありがとうございます。嬉しい。尾道ラーメン食べたことある？あるある。きびだんごも食べましたよ。きびだんご、遊びに来たよって。こんばんは。オンラインで買えるみたい。そうなんだ。でも送料かかるし、次岡山行った時の楽しみとかにしといたらいいんじゃないかな。テレビ消そう。よいしょっと。こんばんは。一期生公演見て泣いてたね。すごい良かった。一期生公演ユニットもいっぱいあったし。ね、現地で買うからいいよね。そうそうそう、現地に行った時に次岡山行ったら絶対買うぞって思ってマスカット買ってください。あ、関東だから行けないって方には通販がいいですね。それはそうね。透明感があって綺麗、ありがとうございます。年内に岡山公演、でも年内、あーでもあと3ヶ月ぐらいか。早っ。年内って年内ならあるでしょうって言おうと思ったら年内があと3ヶ月くらいしかなかった。愛媛公演まだかなってね、ちょっとあるかなって思うよね。岡山来て山口来て愛媛もありそうな雰囲気を出しといてどうなんだろう。ね、でも愛媛でやるとしたらどこでやるんだろう。いつものとこなんかな。昨日めっちゃ広かった岡山公園。呉公園広島でいいじゃん。呉か、呉行きたいけど。明日着る洋服はねまだ決まってないんですよね。そう、今日気づいた。服決めてないって。あ、でも決め、でも候補は何個かあるから。昨日は席が一つ大きでしたね。ディスタンス、ステージもめっちゃ広かったから。そう、めっちゃ広かった。今治、あれ、あそこ公会堂やっけ。違うわ、違う、ちょっと違う名前。公会堂やっけ。ディスタンス、めっちゃ広かったですよ。でも昨日、こんばんは。ね、田中美穂に LINE した？ LINE したよ、田中美穂。そう、モノジワのところ。野外？愛媛で野外か。イオンモール。あー、イオンモールはでも16人経ったら
公演じゃないな、あれはフェスじゃな。そう、ももクロさんがやってたとこ、そうそうそう、公会堂。エミフルね、そこは公演は違うね、あれはフェスです。フェフフェフ、ゆきりかの出る公演行きたい、来てよ。山口あるけど、あ、もう終わったかな申し込み。フェフこんばんは。次山口、田中美穂フルネーム呼びなんだねって。違うよ、さっきコメントで、あ、まあ合ってるけどさ、コメントで田中美穂には LINE したのって来てたから、ただそれをそのまま読んだだけです。こんばんは。山口出ますよ、山口は出ます、昼夜あります、確か。こんばんは。公演配信で見れてよかったです、ありがとうございます、見てくれて。私も今日見たんですけど、昨日後ろ髪、後ろ向いた時の髪の毛が綺麗だったよってコメントをもらって、後ろって言ったんですけど、後ろを向いた時の髪の毛が綺麗だった。七並べ思ってる順位にいるって、これ1位にいてさ、いませんなことないよね。そう、私は3位以内目指してるから。いや今は違うけど、昨日の公演は後ろ向いた時の髪の毛が綺麗だった。そう、サラサラに見えるし、美容院で綺麗に整えてもらったんですよ。だからパッツンじゃなくって、なんかこういう斜めになってるんですよ。そう、9月10日の振り返りの使うか、9月11で使うか選べるでいいのかなって。え、どうなんだろう、プロの方教えてって。あなたプロそうだけどね、どうなんだろう、誰か詳しい方。そう、髪の毛がこう、なんか美容院で伸びた時に綺麗になるように毛先を綺麗にしてもらったんですよ。そう、だいたい美容院ってさ、切り終わった後に後ろこんな感じですって見せてくれるじゃないですか、鏡で。そう、結構適当に返事してるから、後ろを、自分の後ろの姿なんか見ることないから、そう、昨日後ろ向いてる時に綺麗にこうなってて、あ、いい感じに切ってくれてるって思いました。何のプロ？お話し会のプロ、お話し会のプロ。後ろを向いた時の髪が綺麗っていうのが分かった。あとストレートいいなって思った。髪型めっちゃ可愛すぎましたって。でも昨日も何もしてないけどね、ストレートだからね。でもストレートいいなって思った。そう、ツインとかよりは。九州とかで公演ってあるんですか？おー、九州か、あん、どうだろう、あんまりないかも。11ってお話し会あるんでしたっけって。11ってなんかあるっけ。21とかじゃなくて。サインまだ書き終わってないです。ストレートがいい。お、
嬉しい。あ、生誕祭か。私は出ないな、それは。ベレー帽似合ってたよ、ありがとうございます。そう、明日のサイン会の配信だけです。ベレー帽で、かゆいところはありませんかと聞かれなくなった。なんでだろう、感染対策。まあ、そのアーカイブとか見れる方はぜひ見てください、私の後ろ姿。おすすめの後ろ姿は、あの日から僕は変わったの、後ろ向いてる時めっちゃ綺麗やった。体操服今日ポチった。そう、アーカイブ変えるのでぜひ。昨日の公演おすすめの後ろ髪は、あの日から僕は変わったの途中ぐらいの、私が後ろ向いとるところ、一列になってリネちゃんが歌ってる時に写ってる髪型がめっちゃ綺麗だった。あとはヘタレ見ていきます。ヘタレだったかな。ヘタレで後ろ向くときあるっけな、なんでだろう。まああの日から僕は変わったのを後ろ向いたときが一番綺麗だったな。後ろ向いたとき。こんばんは。暗闇は映ってなかった多分。押し増しで振り返りできるのかって疑問だけど。どういうこと？押し増しで振り返り。こんばんは。そう、日替わりユニット。できますだって。そう、後ろ髪がおすすめです。今日暇だったからめっちゃ見たんですよね、先輩の公演も昨日のアーカイブも。私的おすすめなポイントとかは言えるぐらい見ました、ちゃんとしっかり集中して。手は七並べしながら、目はそう公演見てたから。完売してないからできるでしょって、なんか怪しいその言い方。そうね、完売してないからできるよ。月額会員申し込みます。 DMM でも1公演500円で買えるんだよ。まあまあ会員に入ったらいっぱい見れるけど、全部いろんな。1公演は500円です。ユキリカのコメント面白かった、良かったです。ヤスルパンさん、花火ありがとうございます。こんばんは。見放題では満足なぐらい公演数はある。そうね、私が出るのはでも月 2,3,4 回とか、多くて4回とか。こんばんは。
昼夜入れて1、2ってカウントして、今月、あ、今月はまだ3日しか経ってないわ。こんばんは。岡山メンバーね、岡山メンバーって何でないの自由なんですかって。岡山がそうなんじゃなくて、りねちゃんが変わってるんだよ多分。あれは岡山のせいじゃないよ、わかんないけど。あーでも私も岡山に友達いたんですけど、確かに変わってたかも。あんなもんなんかな。リネタンが絶対特別です、あれは。550円とアーカイブ入れません。確かに。じゃあ会員の方がいいのか。会員でもすごい高かったイメージあったけど、でも公演たくさん見れるからお得ではある。岡山のせいではないか。私の知ってる岡山の友達、そう、もうでも結構明るい、明るかった。こんばんは。ウインクちょうだい。はい。うまくない。アンコールの時の制服姿めっちゃ可愛かった。本当嬉しい。お気に入り。私も制服でも私靴下が長いんだ一番実は。短い人は短いんですよ靴下。あれみんな短いけどすごい長いの。足の露出抑えめ。ミニマロンさん花火ありがとうございます。ハイソックスなんですよ。ぜひ注目ポイント。そう、みんなくるぶしとかの人もいるんですよよく見たら。けど私あのなんだろう、なんとかソックス、ルーズソックスじゃないわ、なんだっけ、ハイソックス、それ。私は鍋焼きファンです。そうなの、珍しい。最近鍋焼きファン。足を見ろ。あんま見れないけど、あでもあのなんだろう、靴下とスカートの間が見えてるので。ルーズソックス持ってない。最近少ないって意味じゃないけど、最近あんまかかってないじゃん鍋さんと。こんばんは。だから珍しいなと思って。鍋焼きファン、こんばんは。現地で見るともっと足が見れます。足を見に来てるんじゃないですよ。ハッシーさんハートありがとうございます。鍋焼きで歌ってましたね。確かに。でも2カ所ぐらいしかないけどね。すごいね、しっかり見てくれてる。鍋焼きで歌ってるとこ2カ所ぐらいしかないですよ。1カ所か2カ所しかない。ゼータンさん、かわいいギフト。ありがとうございます。後ろ髪見てきました？綺麗に揃ってたくない、あの日からの真ん中ぐらいの私が後ろ向いて立ってるところ。多分リネちゃんが歌ってる後ろに映り込んでる私。こんばんは。
56分11か、ちょっとそれで言われたら分からんな。確かに私が分数で教えたらいいのか。どうするこれで、あ、56分11秒いいよねって私に伝わったら。鍋焼き確かに映ってたけどさ、1回ぐらいしか映ってないよ。妹、瀬戸内の妹の1回しか多分映ってない。あと一瞬のスリルのここしか映ってないです。それはビビる、ね、あ、56分11って。いやでも私は56分30の方がいいなと。めっちゃ見込んでるやつ、めっちゃ見ててもわからんか。場面で教えてください。でも1箇所ぐらいしかないから、とりあえず私が今やってる。かわいい、ありがとうございます。56?そう、鍋焼きの絡みは ないですよ、そんな。あー確かに56分11、確かに56分11。ここじゃないな、どこだっけ。こんばんは。3の倍数をメモして並べましたね。3の倍数、確かに50代とか難しいよね、3の倍数。そう、私グミよく食べるんですよね。最近だとなんかお魚水族館のグミみたいなの食べました。コンビニに売ってた。私はでもハリボーが好きです。ハリボー、3の倍数は分かっていません。3の倍数に合わせるというのは、例えば今から7並べするよってなったら、11時の3の倍数の分の44秒で押すってことです。ハリボー、それぞれの位の数を足して3の倍数になれば3の倍数。ああまあそうだけど、めんどくさくないそれ。私はその30より後の分を計算するときは33から数えてる。33って絶対3の倍数じゃん、めっちゃめちゃめちゃ3の倍数だから、33、36、39って数えてるけど、ちょっとめんどくさい。でももうさすがに一日中したら覚えてくる。51あたりが難しいね。そうなんや。あ、でも56分11ぐらいだわ、髪の毛が綺麗なの。すごっ、合ってた合ってた。他にはないや、ここだけか。
3分が時計見なくても分かってそう。さすがにそれは分からんけど、3の倍数がね60までパッ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 って言えるようになるね、質並べしてたらね。足して3で割り切る数字、まあそうだけどさ、めんどくさいじゃん。あれ49は3の倍数だっけ、4たす9はあれ違うな、48だっけ、4たす8はあそうだってなるじゃん。よりは私は33から計算する方が好きです。33、36、39、42、45ってん？ずれてる。33、36、39、42みたいな、そう計算する方が好きです。ゆきりかのポイントがすごいです。そうですね、今日は13時間七並びしたのでゲーマー。七並べのカードデッキは特攻を気にしながら配置してるって、強いやつを配置してるかってこと？そうしてたんだけど、新しいカードを育てたいから一番新しいカードにしてる今、アーシャの育てようと思って。月何試合ね、何試合するんだろう、気になるよね。今日から数えてみようかな。今日すんごいやったよ、13時間やってたからね、100とか余裕で超えてる。1試合3分、数百、100してるのかな。でもしてることになってるよね。100回もボタン押したっけな、よくわからんけど。こんばんは。そう、月間6000試合とかだよね。今までの最高が6000だったけど、今回上回りそう。それをもう初日からめっちゃやってるから、その時は最後の1週間しか頑張ってないから。そう、確かに応援してます。ありがとうございます。ぜひ1枚でも私のカードを入れてください、気が向いたら。先試合、へえ、そう、七並べ配信になってます。やばいよね、13時間しましたってね。今月すごいペースだから超えそうね、6000超えそうね。だって今日だけで200ちょいとかでしょ、300とかやってるでしょ。300もボタン押してるんだね、そんな感じしない。映画見ながらやってるからかな。50回ぐらいしかしてない気分です、ボタン押した感覚的には。50回ぐらいしかボタン押してない気分だけど、300やってるってことか、そんぐらい。ひー、受験生の勉強時間くらいやってる、やばすぎん。受験生13時間勉強してる、受験生東大生じゃんそんなん。ちなみに、じゃあ私が1ヶ月何回プレイするか計算するために、今の総プレイ数を、総プレイ回数を言います。え、そう、ながらでやってるから全然辛くはない。だって今日映画見て、公演3本見て、そうながらだからそんな辛くはないです。50回くらいしかやってない気分。今の総プレイ回数は 22,711 回。目悪くなったんですよちょっと。そう、もうでも仕方ないや、目は。
防げない。大事なシーン大丈夫、おとなしでやったら全然映画集中できる。22,711だから多分イベント始まって700ぐらいやってるだろうから、22,000からスタートイベントってことにしよう。イベント始まって3日目だから多分700は超えてる余裕で、700ぐらいやってるから700ぐらい、22,000。あ、充電が 20% になった。ゆきりかちゃんが目が見えなくなったらその代わりになるよって、やだ、私目が見えなくなったらやだ、それは困ります。1100時間、マジね。え、なんかそう考えたら人生もったいなくなるから計算せんとこ。それは22,000でイベント始まったって覚えといてください。9月31日に総プレイ回数をまた言うので、私が何回やったか1ヶ月で22,000です、スタート。多分411、そう、ダメだよ1100時間、ダメだよ、その私が何日人並べにかけてるかなんて計算したら。22,615、私とはほぼ変わんないじゃん。22,776。今日一日何時間並べてたんですか？13時間ぐらいです。多分ゲーム大好きな、なんだろう、ゲームチェア持ってるゲーマーさんよりもやってる。でも全然映画見てたから全然苦じゃない。どこでわかるの？総プレイ回数は、なんかなんて言うんだろう、胸ゆきがゆきりかか、どっちがいいか。でも作りやすい方でいいよ、どっちでも私は嬉しいし、どっちもいるし、作りやすい方でって感じで。ゲーマーさんお仕事か、じゃあなんて言うんだろう、でもあんまなんか悪い言葉を使わずに、そのずっとゲームしてる方を言おうとしたら難しい。いるじゃないですか、一日中ゲームして外に出ない方。いい言い方してゲーマーさん。4年間で26,000。でも私ももう、でも2年半ですから。そう、なんかゲーム好きで、なんか部屋の電気消してゲームチェア座って一日中家出ずにゲームしてる人と同じ生活してるから。私36,000。おお、結構多い、めっちゃ多い。そう、お家時間の達人並み。私です、嘘、ゲーム好きなの？そうそうそう、エイペックスとかやってるよね。そうそうそう、何？エイペックス。サイン書かなきゃ。こんばんは、こんばんは。何時から並べようかな、室並べ。あれ、電波時計どこだ。ちょっとだけ室並べ配信中に合わせよう。5分
分44からやります。急に5、あ、6にする？3の倍数覚えるために6にしよう。やっぱ6666666です。6です。6分44秒です。お腹すいた。今日は朝から起きてるから早起きしたらお腹すくんですよ。だから昼からデリバリーをして、そう、昼からデリバリーをしてしまって、カレーを頼んだんですよ。カレーを頼んで昼に半分食べて夜半分食べたんです。ちょっと少ないからお腹すいた。6分44秒。カエル、私カレー、カレーです。6分44秒。エビフライカレー、そう、お昼に半分食べて夜半分食べた、その残りの。だからまあ実質一食分だよね。そう、一食。35、36、37、38、39、40、41、42、43。エビフライはあの前半の方に 1.5 食べました。かっちゃんさん、ことぶきさん、りちゃさん、対戦ありがとうございます。そう、また七並べの話になるんですけど、今日は対戦したファンの方が1位はもらったっていうスタンプを押してて、え、何そのスタンプ、かわいいと思って即買いしたんですよ。かわいくない？なんか1位はもらったっていうスタンプがある、知らなかったんですけど。高塚さん、こんばんは、こんばんは。そう、それ使ってるのを見て、あ、そのスタンプかわいいと思って即買いしたんですよ。そう、可愛いなと思ってそう使ってたんだけど、なんか途中でなんか、なんだろう、なんか、なんだろうそのお家にいる方たちが使ってそうな言葉のように思えてきて、なんか1位はもらったぜみたいな。ちょっと服部さん、ありがとうございます。ブダそう、1位取った時に使おうと思って数回使ってたけど、なんか1位はもらったみたいな感じの声で再生されるようになって、使っていくうちに、最初は1位もらったみたいな感じの感覚で買ったけど、使っていくうちに1位はもらったみたいな感じの感じになんか見えてきて、あんま使えなくなった。なんだろう、そう、なんかネットオタクみたいな、なんだろう、そう、そうなんかちょっと中二病みたいな、なんだろう、中二かかった、1位はもらったぜみたいな感じに思えてきて、ちょっと使いづらくなったんですよ。次、9分44秒です。声を出すじゃないんですよ、なんか1位をもらったぜふんみたいな感じの印象に思えてきて、どんどん、そう、最初可愛いと思ったんですけど、なんかいっぱい使ってたらそう思ってきて、あれ違うなってなった。35 36 37 38 39 40 41 42 43。はい、
モーさん、服部さん、ミキヤさん、ありがとうございます。全員私のファンの方。そう、1位はもらった、びっくりマーク2つついてるからさ、なんか1位はもらったみたいな、伝わるかな。そういう風に私は見えてきてしまって、もうそうにしか見えなくなったんです。なんか使ってて、そうなんですよ、可愛いセリフなのに即買いしたのに。勝たせてもらいました。いいよ、全然買ってください。こんばんは、こんばんは。うん、罪。こんばんは。パス。こんばんは。2回も対戦できてラッキーでした。ありがとうございました。対戦なんか夜にちょっとお腹空いた時って何食べたらいいんだろう。マリハさんのスタンプなんかな。そうなんかな。マイハさんだったら1位はもらったの方かもしれない。あ、私もふくらさんに当たった。枝豆。私あんま甘いもの好きじゃないんだよね。バームクーヘン。次12分44秒。ヨーグルト。ま、今のところ枝豆かな、引かれたのは。でも最近美味しいなって思ったお菓子があるんですよ。これです。これ美味しいと思って昨日食べた。これキツネさん、かわいい、ありがとうございます。38 39 40 41 42 43。なんだかんだ毎日だったね。じゃあ1日1回を目標にしよう。月2回じゃなくて。セブン派とかないですよ。たまたま行ったコンビニがセブンだっただけ。適当適当っていうか、どこでも行ってる。これをちまちま食べるのが美味しいです。パクッと一口で行くんじゃなくて。胸焼きに見えた。確かに見えなくもない。あと韓国海苔とかも好きです。でも売ってなかったんだよね。チーズ好きなんですよ私。スルメ食ってます。イカも好き。チーズが好き。ハイボールに合いますね。そうですね、ハイボールに合います。めっちゃ飲んでないですけど私ハイボール。おつまみ系が好きです。そうですね。でも美味しかった。初めて買ったんですよ。私が欲しいものが売り切れてたから、美味しそうと思って、そう買ったら意外と美味しい。意外とっていうか美味しかった。ハイボールで好きなお酒ができたのって、うん、全然飲んでないです。全然飲んでなさすぎて、なんかハイボールもそんなたくさん飲めなくなったような気がする。こんばんは。今はオレンジジュース派ですね。今日もオレンジジュース買いました。次15分44秒です。
オレンジジュース飲んでます。次15分44秒。ミキヤさん、かわいいギフトありがとうございます。マヨネーズいいね。え、でもあ、イカ、イカマヨネーズ美味しい。醤油マヨネーズとか醤油七味マヨネーズ、醤油マヨネーズ美味しいですよ。15分44秒。また来ました、こんばんは。質並べのコツ、それはもう頭を使うしかないです。もう相手が出しそうか、なんか読みと、そう、なんか出してほしいところの周辺のカードを出すと意外と出してくれたりする。なんかその出したカードを見てるから、相手がそこに目が行くから、その周辺を出してしまいがちになるんですよ。難しいな、なんかここ出してほしい時にその周辺出したら、なんかそこも視界に入ってきて、そう、そこを出してしまう傾向が多いです。そう、しかもポン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 出してる時とかだと、それにつられる人が多いから、ここ出してほしいって時わかるとかは、そうそうそう、その周辺出してみたり、そう、私ジョーカー持ってるから、ここは絶対に出さないでほしいって時は、そっから視線をそらすためにこの辺出すとかして、そうそうそう、私ジョーカー使ってそこ絶対置きたいし、ジョーカー絶対消費したいから、そこは出すなって時は、そっから視線をそらすために全然違うところ降りて、相手の気をそっちに持っていって、そっちを犯すってことです。そうです。でも結構うまくいってますよ、それで。そうそう、さすがでしょ、私得意なんですとかって。オセロ得意だからね。一度も出さずに終わったことはないと思う。ない。そう、でも意外とね、急いでる時、しかも私本人登場だから、みんなちょっとなんかアイドルと戦ってるから、なんか早く出さなきゃみたいな気持ちになってるから、私当たったら余計にその作戦がやりやすい。絶対ジョーカー、次消費、あ、次18分44秒です。3の倍数でいってます。 そこにジョーカー絶対使わんと反則負けになるから、そこで絶対使いたいんだって時は、そう、こっちの方をパッて出したら、ファンの方はあっってなるから、こっちの方を出しがちになるんですよ。そうで、そこに出すのを忘れるみたいな、で次出すみたいな、そう、おびき出し作戦。そうです、おすすめです。40 41 42 43、はい、深みどりさん、うどむさん、りんごさん、ありがとうございます。だから、さっきの人の名前呼んでないかも。大変ありがとうございました。喋りすぎて名前呼んでなかったかもしれない。そう、深いよね、なんかいろいろ考えながらやったら面白いです。だいたい置いてほしいところの周辺を出したら、そこに視界が行くっていうか気が行くので、その辺を出してくれるんですよ。なんかとか、あとは相手のパスの回数とかを見ながら止めてみたりしたり。世界大会 STU の七並べとかですね。
まあ忖度は全然いらないですよ。1位を目指してるわけではない。まあ1位になったら早く出れるから1位を目指してるけど、私のファンの方と当たった時は最後までいるようにしてるからどっちでもいいやって感じ。私のファンの方と当たってる時に早く退出したらスタンプに返せないからバレるんですよね。ペンライトが止まるから。ずっとペンライトを振ってくれてたりするから早く退出するとあれ焼き肉無反応になったってなるから。そうなんです。で私のファンの方じゃない時はさっとも出ていきます。バレないしね、あんまずっとスタンプ押してないから。そう、相手から消えない。ペコリ。次、21分44秒。ハート買ってくる？マジ？21分44秒です。ちょうどいい時間すぎる、3分って。21分44秒。大佐ありがとうございました。あ、リンゴさんって42、43。ほい、リンゴさんって、リンゴさん今日めっちゃ並べとるじゃろ。そう、13時間やった。14になるかな、配信中もやってるから。14、15ぐらい。ミキヤさん、コツメカワウソさん、ペホゲナさん、ありがとうございました。対戦何時まで並べる？40分とか。40分ぐらいまで並べてあと20分喋って終わります。自動クリーン入っちゃった、クーラーが自動クリーンモード入りました。皆さんありがとうございました、ありがとうございました。リンゴです、リンゴ。時間合わせしてなくて2回当たったね。当たった、覚えてる。雨が降ってきた。へえ。広島はどうなんだろう。タイムラグがあるので20秒ぐらいからカウントお願いしますって。私のカウントで合わせようと思ってる。それは難しいよ、なかなか。分かったけど何秒ずれてるか分かった？並べ？何？室並べで目が悪くなったってこと？何何？ありがとうございました。ミキヤさん、ペホゲナさん、コツメカワウソさん、ありがとうございます。次、24分44。私が20ぐらいから数えたらいいってことでしょ。でも何秒差があるか把握してないとそれは結構難しいよ。あれ24じゃないっけ。24、うん、24ん、3波24、24です。22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43。はい、多分10秒差ぐらいだと思うけど、そっちの世界とこっちの世界のさ。
10秒ぐらいなんじゃないかな時差。トラさん、マサパンダくん、かきひこさん、対戦ありがとうございます。アイメイクかわいい、ありがとうございます。多分10秒差ぐらいだと思うな。15違った？今ので把握できたら次からいけると思う。15ぐらいだった？へー、私はね10なんですよ。なんかよく先輩が七並べ配信やってるの見て合わせようと思って、そう、だいたい5秒前ぐらいからカウントしてるのを聞いたら10秒違ってたから、そう、10秒。カウントが長いと確かにかぶりそう。確かに邪魔してくるやつじゃん、か数数えてる時に。58 60 38 42 53 83 72。なんか熱くなったエアコンが。止めないで出してって。でも出すとこないんだよ、1個しか。私もねジョーカー2個持ってるの、出すもんないんです。ほら見ろ。次27分44秒。みゃんこ先生、花火ありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。次27分44秒。対戦ありがとう、ありがとうございました。対戦次は27、あと4回ぐらいかな。だから15秒ぐらい差があるってことは20秒前からのカウントでいいってことだよね。前から20ぐらいからか。22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43。ほい、いい感じだよ。でも私のファンの方と当たってる。釣られる。知らない、そんなの。いいじゃん、脳トレになるよ。脳トレ、脳トレしよう。脳トレーニング。あーちゃん、すずりんたんさん、こじこじさん、ありがとうございます。対戦こんばんは。ほんのりさん、ペンライトありがとうございます。釣られる、まあもうやめます、カウント。スマホに時計あるはずだから、 1端末しかないときはその40秒ぐらいまで心の中で数えて、スマホの時計見ながらで、アプリ切り替えて44で押すっていうのが一番いい。38 39、あ、切り替えて切り替えて、40 41 42 43 44みたいな感じがいいと思います。1位、あ、このスタンプ使うときが来た。1位はもらった。バイ。明日も早朝から頑張りますって。そうね、まだなんかあのモチベあるからまだやります。モチベなくなるまで、モチベなくなるまでは早朝からやります。数えながら一緒に指でリズム取る。
ね、だから全体でもう電波時計を次30、電波時計を次、違う、もう混ざる混ざる、そう、電波時計が途中でなくなるから、もうそのリズムを体に刻まないと狂うから、だからね、自分はもう体で撮ってます。一旦待つしかない時、38、39、40、41、42、43みたいな、そんな感じ面白、そんなことすると思ったらみんながそんな感じで頑張ってください。スマホにその内蔵されてる電波時計を38ぐらいまで見といて、急いでアプリを変えて、アプリを落とさずにこうやってプップッてするだけで39、40、41、42、43、はい、今も私こうやってやってるもん、合わせてるから、私はずれれない人間だから、きっちり43、44ってやってます。ハッシーさん、マサパンダくん、ケンケンさん、タイさん、ありがとうございます。結構指でツンツンしたりとか、結構正確。私はほぼ正確です。 98% ぐらい、 96%、 いや、もうほぼ100に近いです。狙った時は大体ずれてない。こんばんは。 98% ぐらい正確です。こんばんは。あ、間違えた。はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは。STU48 の胸キリカと言います。今は STU48 のアプリゲームをしております。テロップにしとこうかな。1並べ、えい、1位、対戦ありがとうございました。なんか7並べ3の倍数でしたら1時間の経つの早さ、1時間経つのがすごい早く感じる。1時間、次33、アッキーさん、金魚ありがとうございます。金魚33、暇つぶし、もう暇つぶしどころじゃないよ、もうこっちに気にやられてるから、並べ暇つぶしじゃないよ、もうこっちがメインだから、もう暇つぶしが逆に七並べしてない時、41、42、43、ほい、こんばんは。マサパンダくん、 KTAK さん、アモさん、ありがとうございます。対戦全員私のカードだ。結婚しよう、愛してるって初見で言うんじゃないよ、初見で。何？てかまず暇がないよね、七並べしてたら。暇つぶしなんか、アッキーさん、金魚ありがとうございます。リンゴさん、花火
ありがとうございます。でも普通にある程度9月の前半で七並べ頑張って、後半はショールーム やろうと思うから、たこ焼き配信とか、七並べしながらたこ焼き配信はしたくないから、それまでに3時間ぐらい七並べを手放しても大丈夫だってぐらい余裕を作っておいて、カラオケ配信しながら七並べとかしたくないもんね。そんな歌いながら、まあできなくもないけど、私は見てる側は何チラチラ下見てるんだってなる。2位、たこ焼き配信で質問ない。そっちの方がまだ簡単かも。カラオケとかで。そう、しかも後半にね、神戸コレクションとか他にもいろいろあるので。次、36分44秒です。え、カラオケしながら全然できるよ。七並べ見なくてできるから。ちょっとでライトが眩しい。電気よいしょ。全然いける。だって映画集中しながらできるから、カラオケも全然いける気がするけど。ジーヤクさん、ぶどうありがとうございます。41、42、43、ほい。お、全員私のカード。すごくない44秒めっちゃ正確だ私。ルッシーさん、ことぶきさん、メタロイヤーさん、ありがとうございます。振り付けでお願いします。振り付きでお願いします。いいじゃん。さ、振りしながらいかに違和感なく七並べをできるかみたいな。夢をガラス瓶の、例えばこうやってててみたいな。だから今みんな七並べしてるから見てないよね、私の配信。こんばんは、こんばんは。頭がおかしくなりそう。深夜テンションになる、ずっと携帯触ってたら。飲んでないですからね私。ごめんよ。今私が振り付きで七並べする方法はやったのに、多分あんま見てない。ハートがなくなりました。あと1回でやめるよ七並べ。39かな、39で七並べ終わる。よい。そう、たこ焼き配信しようと思ってるから。見てた？ほんと？夢をガラス瓶 with 七並べ。39分。そう、画面の外に、そう、こうやってこうだから、タップできるよっていう。他に何かあったっけ。ミキヤさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、できるできる。44秒。44です。これ iPad だからでかいけど、普通に 6S なら片手にできるから、全然カラオケ配信しながらできる。片手でできるから。40、41、42、43、ほい、いけるよん。
ナナさん、ごま油さん、アルフォンスさん、ありがとうございました。対戦全員ユキリカカードで来てくれてありがとうございます。あ、1位もらった。3分間隔全然いける。でも朝はめっちゃみんな出すの遅い、5時。みんなめっちゃゆっくり朝の質並べ、多分半分寝ながらやってるからと思うけど、めっちゃペース遅いです。5分ぐらいかかります1回。だから回転悪いから、これは早く起きる意味があるのかって今日ふと思ったけど、まあそれでも数回、1回20万ポイントあるけどって感じ。こんばんは。パス。パス。こんばんは。出すの間違えることあるよ。出したくないところ、なんか自分でそうトンネルして自分が不利になることもあるし。2、よし、1並べはこれにて終わりです。その綺麗な黒髪を白いシュシュで縛って片側から出してほしいね。白いシュシュどっか行ったな、最近あったんだけどな。どこやったんだ。もうあと2回もう使ったまあや、あんま変わらんけどさ、やってもやってなくて。白いシスない。35ね、話そう。普通の配信を求めてる方の方が多いから、多分普通に喋ろう。40分質並べしたし、結構やったよ今日配信中に。ね、そうなんよ、激戦。そうなんですよ。しかもみんな朝早くから結構やってるからね。両方向の要望に応えてくれるのは優しいでしょ。あ、待って、シリが反応した。なんか押し押してしまった。たけるくん、ぶどうをありがとうございます。やすルパンさん、タコありがとうございますね。5時からやってたね。なっちゃんとか5時からやってた。ツイッター開いたら5時に質並べするようでツイートしてて、慌てて5時10分からやったよね。私も お腹空いたな。何食べよう。スマートフォンの調子はいいけど、一日中何かを充電してる。タブレットを二刀流してるから。質
並べイベントは誰が強いのですか？私です。ハッシーさんハートありがとうございます。まあそんなことは置いといて、七並べ強いのはでも福田さんと南さんと空葉さんとかこういうランキングだった場合、そうこういうなんかそう自分でやってポイント稼ぐ系強いのは田中美穂とか、ですね。お菓子ボックス最近全然お菓子補充してないから全然お菓子ないです。お菓子ボックスはあるけどお菓子がない。そうメンバーのスケジュールも確かに影響あるけど、ちょっと前までは仕事量あんま変わんなかったから、今は確かに選抜じゃない人は結構暇だけど、ちょっと前とかはそうでもない中でだったから、みんな一緒の僕隊とかの時、そうだからあんまりそんな差ない時にやってた。南さんとの時はお互い同じ量ぐらいの忙しさの時だった気する。なんか、ね、相手がちょっとでもできない時間にめっちゃやった気する。あら確かにね、先月暇だったんだよね。七並べが強いってそういうこと？でも七並べは実際でも手札の問題もあるから、まあ運ですね。そうゆきさん後半忙しい。そうまだね、他にも何かあるかもしれない。神戸コレクションの他にもまだ何か予定があるかもしれない。発表されてない。だからそうなんですよ。でも9月の後半そう、その七並べは手札の問題があるから全く出せない時とかもあるので、そう DCC ね行きたいけど、まあ前半が暇なので前半頑張ろうって感じです。デスマス今日は研究生にめっちゃ当たった。あと岡村ちゃんだけ当たったことない気がする。くるくるちゃんに今日に1回か2回あ1回だ。くるくる1回、あずみん1回、ノアピー1回、リカちゃんとノアピ同時。確かに私の時間だったよね。そう私の時間にしてるのに当たった。そうそうそう、まあたまたまなんだけど、私の時間でしか今日結構やってないけど当たった。そうそう、だから私のファンの方とメンバー2人っていうのがあった。よくそう私の時間に福田さん2回と吉田さんじゃないわ吉田さん2回と、そうアズミンとクルクルとノアビ3分間隔の44でそれだけ当たった今日。すごくない？吉田さん今日2回当たった私の時間で。黄色い鹿さん
ありがとうございます。私ね、もう全員のときめきほぼ持ってるからね。見てこれ、ときめき全部やばくない？ときめき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 全員持ってる、ほらすごくない？多分ほぼ全員一人いないぐらいかな。これ全部ときめきで、きらめきこんぐらい。きらめきもめっちゃある。きらめききらめき、あ、きらめき超ある。見てきらめき、めっちゃきらめいてる。ひめたん持ってる。で、奇跡、奇跡もめっちゃあるよ。見て奇跡、奇跡、あ、こんなもんですね。で、ハピネス、ハピネス、すごくない？ハピネスもめっちゃある。見てハピネス、すごさが分かりません。これはね、メンバーと当たらんともらえるのですよ。3回当たったらきらめきとか、5回当たったらなんとかとか、10回当たったらなんとかってどんどん上がるんですよ。自分自身ももらえるよ。パラダイスはこんだけ、すごくない？だってこんな持ってる人いないだろうから自慢です。普通に強い。パラダイスは私をのけたら 1,2,3,4,6 個、6個です。みなみさんとそらはさんとゆみりんさん、れいか、さらぴ、なっちゃん。れいかとめっちゃやってたんだ。へー、です。さこちゃんと当たったから多分ほぼ全員持ってる気がする。え、レイカ揃えてないけど、レイカも室並び結構やってたのかも。揃えてはないと思う。一緒に会って室並びしたことがそんなないから、たまたま。そう、どんどん増えていくんですよ。だから私と対戦したら、その度に称号がどんどん上がっていくんです。そうそう、多分私と1回でも当たったことあったら持ってると思うんですけど、それがどんどんレベルアップしていって、最終ハピネス、違う、パラダイスです。パラダイス、ロマンスか。で、レイカ結構やってたよ、多分室並べ最後の方とか結構やってたし。そう、パラダイス10人多いね。でも私誰にも合わさなくて、だからなんだろう、なっちゃんとかちょっと合わせたけど、合わせなくて、これのこんな感じです。合わせたらもうちょっといけるかも。雪パラ、雪パラめっちゃいると思うよ。だって今日だけで13回当たりましたって方とかもいるから、1日で雪パラ頑張ったらいけるっていうね。ね、ロマンスまで来ました。お、あともうちょい。それはバイアップ、そうだよ。雪パラ、雪パラスメント、ロマンスの神様。あと5分ぐらいじゃ今日が終わるの。あと今日は室並べで4位の時に1位をもらったっていうスタンプを押してボケてみたんですけど、ちゃんと突っ込んでくれたかな。バリバリ4位の時に1位をもらったっていうスタンプをちょっと押してボケてみたんですけど、ちゃんと突っ込んでくれたかな。
気づいたかな。受けるは持ってなかったけど。あと5分、本当だ。もうすぐ終わりじゃねー。じゃあランキングを読みます。13位、理化学研究所さん。12位、ロボリンさん。11位、ハッシーさん。10位、ジーヤックさん。9位、ミニマロンさん。8位、服部さん。7位、ヤスルパンさん。6位、ミキヤさん。5位、キリキリさん。4位、アッキーさん。3位、ヤスベイさん。2位、ウドムさん。1位、ススムンさん。ありがとうございました。パチパチ。明日はオンラインサイン会です。あ、お腹が鳴った。お腹が鳴ったよ。ダンプル楽しみにしてます。私の弟。お腹すいたな。サイン会頑張って書きます。大量のサインを。わーい。キーさんのいろんな鳴き声そんな拾った？そんなに拾った？もう終わります。あと3分。いいタイミングになってくれたね。お腹なんか配信を終わる、なんだろう、配信終わる、なんだろう、タイミングになってくれたから終わりやすいっていうか、まあ0時だから勝手に切れるんだけどね。終わりたい時に、あ、お腹鳴った、お腹空いてるからって終われるっていう、それを理由に。そうそうそう、証明できるっていう。本当にお腹空いてること、あ、もうお腹空いたからもう終わるねって終われるっていう、いいタイミングです。0時までなんで勝手に切れるんですけどね。おやすみなさい。あと2分。そう、本当にお腹空いてるんだなってわかるし、そう、切り上げれる、ちょうど終わり時が分かんない時とかちょうどいいと思います。夜食、夜食はねないんですけどね。うーん、納豆とかならあります。お腹空いて、納豆、枝豆、カレーはもうない。なんかもざってきた。どうして、どうして、どうして。納豆ネバ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 。あと1分です。電波悪くなった？終わるタイミングを作ってくれてるのか。おやすみなさい。でもお腹空いたけど眠いですね。眠気の方が勝つから、何も食べなくてもいけそう。あともうちょっとです。めっちゃ髪伸びたくない？嬉しい。伸ばしてる身としては嬉しいことでございます。おやすみなさい。バイバイ。あ、ちょっと
ょっと一回室並べしよう最後。合わせんよ、合わせんけど、ちょっとボタン押しとこう。20万ポイント、20万ポイント。来い。来た。おやすみー。